だよね。写真どう？え？写真？あ、これは。でも網元があったんですよ。はい、いました、網元。ここでサバを食べていきたいと思いますよ。いくぞ。はーい。わあ、すげえ。すげえ、魚がめっちゃ泳いでる。すげえ泳いでる魚さん。魚めっちゃ泳いでるよ。おお、どこにもさ。わあ、すげえ。ああ、すごいっすよこれ。行きましょう行きましょう。わあ、本当だ、めっちゃ魚泳いでる。はい、はい、いらっしゃいませ。新規2名様です。すげえ、本当に魚がめっちゃ泳いでる。うわー、これはすごいですよ。で、このバックがいいね。はい、居酒屋もやってまいりました。えー、やばい。こちらね、四国のお酒100点満点でございます。3年熟成。おー、うん、あ、まろやか。あ、うん、すっきりしてますね、うん、あ、すごいね、これ。ここね、見てもらえば、後ろを見てもわかると思うんですけどね、これね、もう水族館のようになってる。じゃあ、まあ、この絵の部署に下から泳いでないんだけど。こっちもこっちも。あ、そうか。で、こちらね、見てもらえばわかるんですけどね、あちら、こんな感じで見てもらえば泳いでるの分かると思うんですけどね。泳いでるんですよ、めっちゃ。もう水族館のようにね、なつって。いやー、この価格いいね、これ。お通しの、あ、お通しで牡蠣、なんと、ね、すごいよね。どうぞ牡蠣いっちゃいましょうか。いただきます。ほら、バカうめえ、うん、なんだこれ。焼酎合うわ。ああ、うまい、おいしい、これ。あーあー、幸せ、あー幸せや。うまいっすね、これ。いや、最高だわ。最高だね、これ。いや、よかった、よかった、選んで。はい、これからね、こちらに乗ってます。はい、こちらカツサバ、イキサバかかんないけど、はい、こちらをね、堪能コースということでですね、はい、なんと刺身、たたき、しゃぶしゃぶ、焼き、煮、汁、飯物まで全部ついてるっていうね。こちらお一人様2980円でこれが食べれるっていうね。これは楽しみだね。これはね、サバのしゃぶ、やっぱしゃぶしゃぶかな、俺、うん、刺身もだけど、しゃぶしゃぶ楽しみだね。楽しみ。魚のしゃぶしゃぶ自体がまずね、どういうことって感じだもんね。うん、これはね、ちょっと楽しみです。ちょっとこれやってますんでね、お楽しみにください。すげえ、すげえ、これ来ましたよ、これ。はい、こちら、こちらが、こちらがしゃぶしゃぶ用。しゃぶしゃぶはポン酢で。はい、で、これが刺身、うん、これ、これも刺身、たたき、たたき、これたたきです、これ。うわー、これ来ましたよ、これ、しゃ、これ、ういー、しゃぶしゃぶ用。うわー、ちょっと皆さんやっちゃってください、しゃぶしゃぶ。じゃあ刺身からいっちゃう。刺身からいってみましょう。うわー、うーい、やっぱもうなんかね、身の光り方が違う。うーん、いいっすか。すいません。あ、うまい。何これ、もうね、サバ革命。もう生臭さんってもう1ミクロンってもない、うん、そして何この身の締まり方、歯ごたえが、歯ごたえが、
なにこれ、サバってこういうものなの。いや、いやね、もうね、今まで食ってきたのはサバじゃねえ、うん、いや、これ革命、うん、これはこれはすごい、この刺身でしょう。うわ、違う。いやこれはすごいよ。ちょっとさ、ちょっとさ、これだよ、これもうね、身の光り方が違うんですよ、もうこれ、うん、新鮮だね、甘い。これやばいね、これさ、これすごいね、触ってこういう感じ。あ、これ沸騰してましたよ。これしゃぶしゃぶできたんじゃないですか。はい、いい感じで煮立ってきましたということで、いっちゃう、しゃぶしゃぶで、いっちゃう、いっちゃうよ、いっちゃうのこれ。はいはい、しゃぶしゃぶしゃぶ。あ、閉まってきた、閉まってきました。こちらこれをポン酢で、こちらをいた、いた。あ、いい、おいしい。これなんつったらいいの、これなんつうんですか。結構初めての食感ですね。あ、そう、うん、いや、サバ缶のコースです。お、これは何ですか。サバの煮付けになるよ。煮付けですよ、来ましたよ。はい、こちら煮付けですよ。まあ、そうだもん、もう、まあ、そうだもん、もう、もうやばい。じゃあ僕もしゃぶしゃぶしちゃう、いっちゃう。はい、わかる、これわかる、これってここまで食べても全然美味しいんだよ、これ、はい、こちら、はい、こちらを1回、2回、3回、3回ぐらい十分なの。はい、これをポン酢につけて、いただくよ。いや、もうね、いや、もうほんと新しい、新しい、いや、もうね、新しい、いや、すげえこれ、何これ、いや、すげえ、なんだこれ。これすごいね、これは人生で一回は食わなきゃ損だよ。そうだね、うん、すげえ、サバシャブ、うん、魚の本気を見たね。たたきも美味しそうなんだよ。たたきもポン酢っすかね、これ。たたきはなんだ、ポン酢でもいいんじゃない。うん、ポン酢いっちゃいますよ。はい、どう、ポン酢いった感想を。おいしい。深い言い方で深みが、ね、おいしいっす。おいしいね、それだけです。もうね、それしかね言えないんすよ、本当に。もうこれはね、もう食べてほしい、一回。もうぜひ松山行ってください、皆さん。これ食うためだけに来てもいいよね。そうだね、うん、温泉逃してもこれは逃してほしくないね、うん、じゃあ僕も行っちゃうよ、いただき行っちゃうよ。もうね、もうプリップリ、うん、うん、もうあの子のお尻よりかプリップリ、うん、あの子。いや、うまいわ、うまいわ。
刺身やばいってこれ。刺身ね、大分で関サバの刺身食ったけど、もっと癖あって。あ、そう。もう、なんつうのこれ。これはこっちの方が、ね、食べやすいというか。ああ、これはすごいですよ。煮つけいっちゃう？煮つけいっちゃう。煮つけいっちゃいますか。いただきますよ。はい、次煮つけです。こちら。はい、こちらを、はい、いっちゃってください。煮つけ。もう。あ、もう。ああ、絶対うまいね、これ。絶対うまいよ、この。絶対うまいよ、この。この身のね、切れ方、これ。もう絶対うまいんだよ、こんなの。はい、いただきます。いきます。笑った入った瞬間笑った、うんうん、そりゃ美味しいよあーやべ、いやーもうあれですよね、もう宮さんだって煮付け大好きだもんね。煮付けニストとしてはもう、わあ、やばいっすか、やばいっす、やばい、やばい、出ました。じゃあ僕も行けと思いますよ。煮付けいきますよ。これね、わかるかな、このね、この崩した時の身のね柔らかさが違う、全然違う。うわーすげえこれ、何これ、いただきます。めちゃめちゃ美味しいよ、うん、これも革命、煮付け革命いやなんかね、このタレもいいね、うん、もうね、癖なんて全くない、うん、あー美味しい、いきます、いっちゃいます。こんな感じで、いやもうこれはね、もうしつこいけど絶対来たら食べてほしい、これ美味しいよ美味しいよ美味しいよ、どれ食っても美味しいよ。サバの味噌煮は、味噌煮はよくあるけど、うん、全然違う、全然違う、うまいわ、早いわ宮本うわすごいこれ、いやもう幸せ、もう帰ってもいいよこれ食ったら、うんね、もう生まれてきてよかったと思います、こういうのを求めてたんだね、そう、うん、こういう旅を求めてた、そうそうそう、うん、ね、あの福岡から始まりね、そこから旅を続け、ここもいい、ここもいいと思ってたけどね、これこれだよ、これなんだよ、この出会いを求めてたんだよ、いやーいいっすわ、はい、おー来たよー、うわー何これ、何これ、何ですかこれは、
うわぁ、これアラジレじゃない。関東ではこれをアラジレと呼ばない。うわぁ、すごいですよ、兄さん。すいません、あと人々2つ。ちょっと待って、あっちだよ。うわぁ、ちょっとこれ見てください、皆さん、これ。これアラジレじゃねえよ、これ。何このご飯、これ見てくださいよ、これちょっとさ、これさ、うわー、これすごいよ。何この、何このあら汁、こんな上品な、こんなあら汁じゃねえよこれ。何これ、ちょっと待ってよ、すごいよこのあら汁、ちょっと、あ、もうね、もうね、香りが美しい。わかります？これね、香りがね、もうね、美しい。美を感じる香りに。うわ、なんだこれ。なんやこれ。はい、おお、すごいですよ、また来たよ、こちらお下げしてる、はい、失礼します、はい、こちらが、はい、こちらが稲刈りから、稲刈りから携わった人々の全ての名前をが入っている、入っていると言われるね、人々、人々、はい、2回行った3回行ったうまい、飲みやすい、うん、けど、うん、甘くも、うん、甘すぎもせず、うまい。いや、何これ、じゃあいただきます、いきますよ、まずめちゃめちゃうまいよ、人々行きます、あ、もうね、もうやばい、もうね、細胞と一体化するこの味、もうね、あの体が全く拒否反応を起こさない感じ、うん、もうね、細胞素通りって感じです、これ。いや、これすごいわ、これ俺日本酒だから、これ一枚今のところ人生で、うん、これすげえ、これはうまい、うん、あ、バッテリーバック充電してください。あ、あともう消える、いやー、まだレポートしたいですけど、これ、あ、これ、これさっき、はい、じゃあこれを、はい、サバの飯です、はい、いってください、いくらも乗ってます、はい、こちら、うっそ、あ、いた、うん、あ、この無言で2回行くところがね、はい、もう初めての味。出会っちゃった、めちゃめちゃうまいです。いやー、もう次の行こうかな、じゃあ、汁いきます、これ、あら汁じゃねえよ。あらじゃねえよ、これ何この上品な味。しかもこの飯のさ、この少量加減がいいよね、いや、なんかアラジルかけて食いたいな、あー、わかるわかるわかるかけて食いたい、お、じゃあ、嬉しいします、絶対うまいね、茶漬けでも、おいしい、アラジル今、茶漬けに食ってました、アラ汁で茶漬けにしてくる、これ絶対ないよね、もう、うん、
めちゃめちゃ美味しいこれ関東じゃありえないって、これ。いやーこれすごいよ。何そうや。じゃあ僕も汁入れてお茶漬けいただきます。あーいい、美しい。もう色が美しいんですよ、これ。美しい音を聞いてほしい。ああもうね、いいね。それ若干この上に乗ってるさ、サバがさ締まるんだよ。そうそうそう。それがね絶妙。うわ、これ美味しい。美味しいこれ。あ、これ以上何を攻めると言うんですか。お待たせしました。はい、来ましたよ、こちら。塩焼きだ。これ以上どうしろと言うんですか。これが最後の締めとなりましたね。これで締めるんだもんね。飯じゃないんだよ、塩焼きで締めるんだよ。じゃあ最後のこちら塩焼き、塩焼きいっちゃってください。宮野さんお願いします。レモンを絞って。レモンいらなそうだけどね。これ絶対うまいよ、うん、もう、あうわーやべ、うわこのね、あ分かる、この湯気、これ見て、この粗熱のこの湯気。うわこれ大根の塩いきまして、いっちゃって、いっちゃって、勝った、日本勝った。もうこの流れでまずいわけがない。これは美味しいですよ。美味しい。うん、いやじゃあせっかくなんで、じゃあ最後俺も取ってください。うん、じゃあ行きましょうか。はい、こちらさんに、はい、これに醤油、はい、醤油を大根に垂らしいの。これを、はい、切りまして、うん、もうこのね、この分かる、このパリパリっていうね、このね、ね、皮の感じすごいから、うん、いやもうこれ豪華にいっちゃうよ、いっちゃう、これに皮ごといっちゃいますよ。もう大根乗せまして、あ落ちた、これを、これをいきますよ。な、日本は勝ったね。うん、日本は勝ちました。うん、うん、もうね今ね日本酒に生まれてよかったと思ったもん。わかる、うん、皆さん愛媛に来たら松山市居酒屋網元絶対来てください。